ランドクルーザーの開発責任者でいらっしゃいます森田さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、はい、ランドクルーザー300の開発においてまあ、どこまでも行けるですとか快適だっていう話とか、まあ、いろいろおっしゃっていただいてますけれども、はい、まあ、森さん的に一番そのここを目指したんだっていうところをちょっとアピールしたいポイントとかありますか？はい、はい、まあ、先ほどもお話しいただきましたけれども、ランクルーとして、まあ、どこへでも行き必ず生きて帰ってこれる、まあ、これがランドクルーザーの哲学だと思っております。その上で、目指した、開発の狙いは二つございまして、一つは、まあ、信頼性、耐久性、悪路走破性と言われる、ランドクルーザー QDR、こちらをですね、しっかりと継承、進化させていくこと。これが一つでございます。まずは、フレームを、フレームの堅牢性をベースにした、しっかりとした、走破性の確保。で、この上で、世界中のどこへでも二つ目がですね、世界中のどこで走っても、快適に運転できること。これは過去、五大陸走破というところ、機会がございまして、その中でランドクルーザー200を走った時にですね、やっぱり、ランドクルーザー200でも、疲れるのだなというのをすごく体感しまして、300におきましては、どのような道でも快適で疲れない走りというのを目指して開発してまいりました。なるほど。はい。ありがとうございます。これからの展開として、はい、まあ、今回そのハイブリッドを選んでらっしゃらないっていうのは、まあ、その、どこまでもっていう部分と、その、まあ、整備のバックボーンみたいなところもあったような話も伺ったんですけれども、ハイブリッドモデルについては今のところまだ予定もないっていうことですかね。はい。はい、そうでございます。それはレクサス、まあね、あんまり関係ないですもんね。なるほど。はい。あと、eKDSS が、やっぱり他の、はい、まあ、モデルでも、はい、JR だけでなくても、他のモデルでも、オプションで欲しいみたいな声が、ちょっとあったり、はい。もすると思うんですけど、はい。その辺はいかがですか？あ、結構、お声頂戴しておりまして、今のところは、GR スポーツ、こちらのみの設定と考えております。はい、それも、将来的には、検討の余地もあるんですかね。お声頂戴すれば、技術的には可能ですので、うん、考えていきたいとは思います。はい。最後にまあ、カービューの読者に対してもそうなんですけども、はい、検討されてらっしゃる方々に対して、その、まあ、一言推しのポイントだったり、おすすめだっていう話とか、いただけるとありがたい。はい、あ、わかりました。はい。ランドクルーザー300としまして、今回ですね、どこへでも行き、必ず生きて帰ってこれる車ということで、まあ、フレームの堅牢性をベースに、車の開発を進めてまいりました。で、ランドクルーザー70周年、フルモデルチェンジからして、14年ぶりになります。今までお客様と販売店、世界中の人たちに育てて来られた車だと考えておりまして、これからが始まりだと思っています。この先10年、ご愛顧いただけるために、お客様と販売店の皆様と一緒に育ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ランドクルーザー300系の GR スポーツですね、取材に来ております。あいにくの雨なんですけれども、GR スポーツということでちょっと詳細をですね、詳しく見ていきたいなというふうに思います。はい、まずフロントカラーです。GR スポーツですね、このトヨタロゴ、大きな文字が、入っております。これ伝統的な、ものでして、旧来ですね、ランドクルーザーから引き継がれている、トヨタマークといった、内容になっております。それからですね、このモデルも、やはりボンネットの真ん中がへこんでいるというところで、衝突安全、それから視界確保という、役を担っているといった状況になっております。そしてカブですね、バンパーカブ、アプローチアングル考えられてまして、こう角度がですね、急な部分に入っていってもすらないような設計になっているというところで、ナンバーの取り付け位置含めてですね、ここの最大角度を取るために、まあ、ここがですね、鋭角に切れているといった特徴を持っています。はい、サイドビューです。横から見ますと GR としてはですね、やはり一番最初に目が行くのはこの GR のバッジかなというふうに思います。まあ、黒と赤でですね、 GR というロゴがついております。他の、グレードと比べまして、まあ、ZX グレードなどと比べるとインチ数がわざと小さくなっていて、タイヤの部分が大きくなっているといった
った状況になっております。アクロ走破性をですね、まあ、真剣に考えてこのサイズが測れているといった仕様になっております。スペック的には235-5518といったタイヤが履かれております。マットブラックの塗装になってますね。それからサイドスカートについて、ステップについても他のグレードとはちょっと一線を画しているようなデザインになっております。リア周りもですね、ここに GR スポーツのバッジがあるというところで、まあ、ここが差別化ポイントかなといったところになっております。それから株のですねデザイン、こちらについても、ZX などとはちょっと、デザインが違うというところで、デパーチャーアングルも、ちゃんと確保された、ような、作りになっております。ランドクルーザーの文字もですね、白字、まあ、白いボディに黒文字、ブラックアウトされた文字が、なかなか引き締まって見えるスタイルになっているかなと思います。はい、GR スポーツ、ランドクルーザー 300系 の GR スポーツの内装です。こちらに GR の文字が彫られたシートが装備されています。革もですね柔らかくて触り心地もいいといった内装になっております。この辺ですね、 GR のレッドと木目調あんまり合わないかなとも思ったんですが、意外と、まあ、質感高くですねまとまっているかなというふうに思います。それではエンジン始動してみようと思います。はい、ディーゼルモデルなんですが、今エンジンを始動してみました。こういった形でですね、非常に室内では静かな空間が保たれているといった状況でございます。はい、回転を上げると勇ましい、ディーゼルのエンジンの音が聞こえるといった状況でございます。はい、ランドクルーザー300系の GR スポーツですね、試乗してみています。街中走り出してみてですね、まあ、他の ZX グレードなど、乗った後の感想なんですが、まあ、こちらの方が、乗り心地が、ソフトなんじゃないかなというふうに感じます。まあ、タイヤのサイズによるところもあると思うんですが、EKDSS、ですね、電制御のスタビライザーによるところも、乗り心地の寄与という部分では、大きいんじゃないかというふうに思います。やっぱりこれディーゼルモデルなんですが、非常に静かですね。外部からの音がなかなか入ってこないというところは秀逸なんじゃないかなというふうに思います。ただまあサイズが2メータ弱というところもあって、なかなかですね一般道の細かい路地に入っていくのはちょっと勇気がいるかなというふうには思います。サスペンションもですね、 GR スポーツっていうことを聞くと、まあ、ドライ路面も含めて走行のためにですね、ハードに締め上げられているというところをちょっと想像しがちかもしれないんですけれども、意外や意外乗り心地もよくですね、快適性が非常に高くて、まあ、これ遠出行く分にはですね、多分 GR スポーツが一番、楽に移動できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、予算が許すのであれば、この、まあ、ZX グレードと比べてもこの GR スポーツが、まあ、オフロード走の走行性能も含めてですね、一番そのベストバイなんではないかなというふうに思います。やっぱりランドクルーザーこういった街中でもですね、非常に着座位置も高いので、視界がいいですね。そういった部分では、安全性もですね非常に高く、まあ、運転ができるんじゃないかなと。まあ、ただその乗り降りの際にはですね、ちょっとやっぱり少しどっこいしょという体制を作ってから乗り降りをしなきゃいけないという部分はあるかもしれないですね。やっぱりディーゼルエンジントルクが太いので、こういった加速をする場面ではですね、非常に頼もしいパワートレインだなというふうに思います。ランドクルーザー300系のですね、GR スポーツ、今のところ、まあ、今日街中で乗ってみて非常に街中でも快適だということが、分かりました。まあ、ベストバイな1台なんじゃないかなというふうに思います。この動画がですね、面白いと思っていただけた方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。それからカービューのカタログにもですね、詳細がございますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。